今レガシーが左を追い越していますけれども、まあ、見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、文字のスプレッドもないのが PR01 でしっかりとナンバー認識ができます。さらに後方のカメラになるんですが、こちらランドクルーザーが追い越しをかけてくるんですけれども、非常に暗いところではあるんですが、文字のスプレッドもなくナンバー認識ができる。後方になりますと、今後ろにアルファードランドクルーザーがいますけれども、ヘッドライトの光がしっかりと輪郭を確保して光っているのがお分かりいただけると思います。パッと見ていただいて、この液晶の画面自体も PR01 の方がはっきりと映っているのが分かるのではないかと思います。動的なナンバー認識、やはり PR01 の方が文字の潰れが少なく読み取りやすいというのがお分かりいただけると思います。でまた右側の対向車の動的なナンバー認識なんですけれども、やはり PR01 の方が文字の潰れが少なくて、ナンバーの認識というのはしやすいのがお分かりいただけるのではないかと思います。